続いてはコロナ禍で生活リズムが大きく変わった6年生たちに仲間との思い出作りを。今日内灘町の小学校で児童たちが卒業式に向け伝統工芸水引きを使ったコサージュ作りに挑戦しました。卒業式で胸元に飾る水引きコサージュ、皆さん上手に作れるでしょうか。このプロジェクトは県内で伝統工芸の魅力を発信する若岡和装が県内各地の小学校で4年前から開催しているもので、内灘町の白穂台小学校では初めて開かれました。葉っぱとお花をセットしてどういうふうにセットしようかなって考えて、レイアウト考えてください。感染予防のため6年生の2クラス59人を4つのグループに分けて行われた今回の体験。児童たちは水引き作家の中崎千恵子さんの指導を受けながら、内灘町の花浜那須をイメージしたコサージュ作りに挑みました。卒業式でこれをつけてるのでしっかり作らないとなと思いました。おすごい。出来はどうですか、自分で見て。かわいいですみんなで笑顔で楽しんで作れるのは嬉しいです。今年は特にコロナ禍ということで子どもたちが落ち込んでいるっていう部分もすごくたくさんあると思うので、少しでも元気になれるようなことをと思って力を入れて企画しました。仲間たちとの思い出の一つとなった伝統工芸体験。児童たちはこの水引きコサージュを胸に3月17日の卒業式を迎えます。まあ、本当にみんなね、よくできましたけどもね、まあ、やはりあの伝統工芸を普段伝えるその若岡和装の方々ですけれども、やはり特に元気を出してほしい、そういう思いで今回は開催した。多分あの兵藤さんも好きなこれ、はい、イベントじゃないですかね。そうですね、やりたいなと思いながら見てました。私は前以前レオカルでね、はい、やらせてもらったことあるんですけど、はい、なかなか面白いですね。いいですね、はい。